たまにはこうして肩を並べて飲んで、ほんの少しだけ立ち止まってみたいよ。純情を絵に描いたよな、散々虚しい夜も笑って話せる今夜はいいね。温泉でも。どうも、マサズアウトドアチャンネルにようこそ。マサニーでございます。さあ、今回のオープニングナンバーは H ジャングル with T ウォーウォーツナイトをお送りいたしました。さあ、今回はですね、キャンプ動画作っていこうと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。で、最近ちょっと、まあ、新しいキャンプギア、まあ、自分のちょっとオリジナルグッズにつなげたくて、開発していたものが、仕上がったので、皆さんに紹介できればなと、思っております。で、今、まあ、買い出し終わったんで、ちょっと山登って、まあ、今日は、デイキャンプに、なりますね。まあ、朝今9時、なんですけど、まあ、買い出しも今終わったので、ゆっくり、山の方に行ってキャンプの準備をしたいと思います。よいしょー。さあ、山に着きました。で、今から、設営していきたいと思います。さあ、今から、準備していきたいんですけど、実はですね、はい、オリジナルエプロン作っちゃいました。いやー、これかっこいいっすよね。で、今日はこれを使って、キャンプしていきたいと思うんですけど、まあ、細かいディティールとか、あと機能とかは、まあ、番組の後半で説明したいと思いますので、とりあえず、キャンプを楽しんでいきたいと思います。
よいしょ。さあ、ということで、今日はこんな感じで、デイキャンプなんで、まあ、タープだけ立てて、で、まあ、こんな感じでやっていこうかなと思っております。今からちょっと焚き火、起こすので、まあ、一応、まあ、薪は持ってきたんですけど、まあ、今日ちょっと、まあ、いろいろやりたいことあるので、じゃあ、ちょっと、周辺で燃料を集めたいと思います。
よいしょ。さあ料理出来上がりました。今日は豚しゃぶと、カマンベールの、なんだろうな、オリーブオイルとトマトぶち込んでオリーブオイルで煮込んだだけのやつです。さあとりあえず今日は、まあ、日帰りなんでノンアルコールのドライゼロ、まずこれいただきます。今日暑い。乾杯。いや、ノンアルコールビール結構うまいっすね、これ。いや、うまいわ。さあ、じゃあ、いただきます。熱いかな？熱い。よいしょ。うん、はい。これ。うわー、とろとろ。はい。優勝です。いや、カマンベールチーズめっちゃうまい。こうトマトと絡めて、うん、あ、うん、うん、あ、うまい。で、豚しゃぶね、まあこれは普通に茹でて、まあベビーリーフとバノネギ入れただけです。うん、最高。いや、豚しゃぶはね、簡単で一番うまいからこれおすすめっすよ。あとポン酢ぶっかけるだけなんで。いや、うまいな。うん、最高。うん、さあ今回僕が使用していた、マサズアウトドアチャンネルオリジナルエプロンでございますが、まあフロントは、カンガルーポケットと、胸ポケットが1つ、ついていまして、カンガルーポケットのとこは、ステンシルが入っている仕様でございますね。で、このハンマーループ、これめちゃくちゃかっこよくないですか？このハンマーループは、1950年代のリーのつなぎにあるディティールを、採用いたしました。まあ、ハンマーや、斧をまっすぐ刺してもいいんですが、斜めに刺すことによってこの串運動をした時に、ハンマーがまっすぐなってくれるので、邪魔になりにくい仕様となっております。そして後ろにはもう一つポケットがありまして、まあ、タオルや手ぬぐい、まあ、僕はバンダナを、入れて使用しようかなと思っております。そして、エプロンの一番下にこのハンドルがついているんですけど、ここを持ち上げてたるみを作ってこのように、巻きとなる、まあ、燃料を集めれるように、作りました。さあということで今回は、マサズアウトドアチャンネルのオリジナルエプロンの紹介とデイキャンプを楽しんできました。で、このエプロンの生地はですね、1960年代の US アーミーのフォールディングベッドカバーを使用しているんですが、この生地めちゃくちゃレアでなかなか手に入らないんですよ。で、この生地で本当はグッズで商品化したかったんですけど、なかなか手に入らないので、この同じデザインのまま今デニムで、作ろうと思っておりますので、まあちょっと今いいデニムを探して、あとステッチの色とか今考え中なので、それが、決まり次第、商品として、皆様にお届けできるかなと思っております。楽しみに待っていてくださいということで、今回はこれで終わろうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。